あ、ゆうたくさん、ミス。モーニングナカッキング。はい。で、使っていただきたいのはサントリーの天然水。ちょっと伸びますね。喋りすぎで喉が、えへんが起こるって方は、これに、龍角散を入れます。初心者の方は1個、中級者になるとこ2個ぐらい入れてください。僕3つ入れてます。3つで、これですね。入れていただいて、シェイク。そう、あれを。そうそうそう。これでいいですね。そうそうそう。そうそう。一番混ぜるやつ。だから、これが色はずじゃない理由はそれなの。ああ、これでも色はずだとぐちゃぐちゃになっちゃうから。そうそう。こうです。これで龍角散ドリンクですね。オールナイトでね、ひたすら飲んでたから。まあ、ほんのり龍角散の味します。はい、じわじわ来るから。効くかどうかしら。貸したい。貸してくれ。あ、今日勝ちに来た。もしかして勝ちに来た。あ、そうだ。貸したい。貸してくれ。でも今日ちょっとチャンスなんで、26日なんで。そうなんですね。正直結構打てる。何でも打てる。うん。でも勝ちたいでメイン機種がいって、勝てるのは誰も言ってないんだよ。そうですね、そうですね。もう今日勝てるよ。溜まってるものがあるから。ただそうじゃない、なんか心境地も知りたい気もする。それ系で言うと、もっといいだろ。ウッドイーター打ちたいな。ちょっとウッドイーターの打ってみたいな。打ちたかったのよ。燃えかせ、どうせいつか打つやろと思って、でもやっぱ抽選負けが多いから。全然いいっす。燃えかせの練習台にしてもらっていいんで。すごいな。中岡だったら俺が先生になれるのかな。でも、これもモンキーと一緒で、勝つのはむずいですけど。モンキーでいうところの、究極面。うん。でも、紙チリっていうのがあるんですけど。知ってます。はい。知ってます。16384。そう。同じ数字。それの8分の1。知ってます。そうなんです。で、プラス変換とかもあるんで。あ、そっか。昇格役か。はい。で、幼なんてほら、究極目で食ってるんです。まあまあまあ、今日まで。確かに。俺の機械割りそこだもんでしょ。上振りが。って考えたら、やっぱ紙チリ、聞けるんじゃないかなっていう。お金も。お金いる。いや、もういる。ほっといた。うん。まあ、物は欲しいですね。ただ、朝一600で当たるんで、3万あれば1回当たります。すごい。はい。温めてもらいました。うん、なんかチーズが入ってて、ね、あ、すごい肉厚。見て、セブンイレブンにはないぐらいこんなぎっしり。これは花緑だからできた企業努力ですね。いただきます。うん、甘いあ、おいしい。え、嘘でしょ。そう。うわ、マジでやったっす。もうやばいかも。やったかも。取れるかな。飲むよ。曲がらないで。いけるね。よし。イエーイ。イエーイ。よし。耐えた。やった。ゴッドイーターいけた。お願いします。もう本当にもう勝ちたい。いや、さっきそのオープニングを見ながら誰にするかなって悩んでたのよ。その推しキャラというか、ね、ボイスが選べるからさ。誰にしたんですか。いや、結局このなんかツインテールというか、このこいつずっとおるけん、なんかサポートしてくれそうやったから。あ、サポート感ありますもんね、うん、コンシェルジュ感あるというか。一応広角でチャンス目。あ、お財布番決めてないよね。どうしましょうかね。どうする。これ AT 入って1000枚超えると、うん、激輪ハンニバルっていうのがあるんですよ、うんうん、その激輪にどっちが先に触れるかって。触れるか。あ、怒られたいだけにね。激輪に触れる。あ、いいんじゃない、いいよ、それでいく。先に触れた方が勝ち。勝ちね、はい。まあ、1000枚出せってことね。そうです。ポイント。え、入ると思ってなかった。広角で来たチャンス目から荒神防衛戦。これチャンスぞ。ただ、うん、これ突破期待の 35% ぐらいしかないんで。あ、弱いね。リプレイレイヤーク聞いてください。で、最終ゲームはリプレイ以上で全部通ります。うん、また出た最終ゲーム。ガソ。そこで、あ、ダメ。リサス、これダメ。これチャンスも。あ、
1ゲーム遅いタイプ、うん、おなじみのチャンスとか2個あるんですよ、うん、今のが緑期待度低い方、うん、2種類だったらもう1個上がある赤、それは 50% か 60% ぐらいあるんじゃないかな、うん、期待度、それでもか、あとはもうゲーム数しかない、そうです、あとからでもいいよ、あ佐藤はアリサでも3回目やろ、これねどっちもね挙動が全く違う、いいじゃないですかそもそも、はい、これなんですよ、僕これ担当してるんで、え今見ました、うん、下バレ近りました、あったあったこれ引いてるわ、最終的やろ今のは、確実に文句、リップどころか最高のタイミングでありがとう、うるさっ、うるさっ、音でっこちょっとやばすいません、やば256ゲーム9000円、ちょっとなんでこいつこの唇噛んでちょっと噛んでない、痛かったんかな、内出血してんじゃないかな、でまずはまあボーナスから、はい、あのよくある100枚消化してから SP、 ああ SP ですね、出ました右側のメーター、はい、はい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 、まあ、これはまあ出ますよ、どうせそれであれでしょ、対応役が1個増えるやつでしょ、超正解もうカバネリー、あいつの偏差値高いなで、ボイスあるんで、これデフォルトね、昨年後方共にクリアです、よし今日もやれるぞ、で誰と戦うか選ぶんですけど、ここでリレークとか引くとこっちが選ばれてる、でこれはもう絶望なんです、全員倒していくんやろどうせ、いやもう全員とかではないです、その1000枚いって激輪っていうのに行くんで関係ないんだ、これ最悪 ね、うん、チャンス目じゃないとダメなんで、まあ、25ゲームあってまた一緒リプレイでバトル発展して勝つか勝たんか、でチャンス目引きゃ一発ですもん、あもう勝ち勝ちです、ナヨさん見てるからね、これあの初めての SD を今目の前で見られてるわけだから、これで駆け抜けとかしたらもう打ちたくないってなるからね、俺もねもうねカバネリとか持ってるから分かる、さすがに嫌だよってなっちゃうからおおすごいチャンス目チャンス目嫌だよって、あの枚数も出ないんですよ、はい知ってます、大体そのパターンは枚数出ないやつです、まあ全体的にはマイルドと言われてはいるけど、うん、まあ、お金はかかるときはかかるよって、モンキーもだってね6周期7周期いったらやっぱ、はい外れ集計あるもんな、6、7番負けたことなんてあるじゃないですか、あらあら全然ある、当たったのに追加投資2万円目3万円目、うん、いやお大丈夫、はい、まあ、リセットですね、じゃボーナス終了後タッチしてください、はい、じゃないですよ、サブエクションタッチなんですよ、なんか喋ってる、おまあ弱ですね、はいまずそこは、あでもこれはなんだっけ、つく読みじゃない、うんつく読み、あいいですね、ストックを獲得しやすい、7を狙えってたまに来るんですよ、でそれ揃えるとストックもらえます、だから勝利ストックをもらえるんでこれうまいっす、いきなり左青かここ変わるやろ、だってモンキーターンだったの、えっ何取られました、うん、ストックですだからうまっマジ何、いやすごいっすよこれ、なかなか揃わないですよこれ、マジかよ、何の揃えるやつやろだってこれ、いやいやうまい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 、これプラスこれか、はい2回目リプレイ、もうマジっすか、3回目リプレイ、プロナビ、あ、バトルいます、しかもこれうわ、結婚会も来た、何これ、何なんか増えたよ、今スイカかチャンス目引けば勝ちです、うん、でこれもう勝ってるもあります、黒ナビとか出たんで、もう何もせんでも勝ってるあります、でここは リプレイでもいい、出るはダメ、チャンスが出てる、チャンスアップ、あ、ほんとよ、でももう一個これを引いとくとこいつはオーバーキルになるんで、プッシュ押してみよう、おおええそんな引かないよ、何そのアリサランプ的な扱いじゃないの、確かに場所的にはそうやん、ちょっとやってみてください、
これえぐいの来る可能性あるよ。普通は7を狙いで青7が揃うんですけど、うん、これでバーとか揃うと特化ゾーンです。ああ、それね。青で揃い方もあります。あ、これダメダメで、この後プッシュで待ってくださいね。どれ選ぶか。ああ、これがね、はい、カマネリのね。いや、青ペース何やん、全然ダメ。全然アリサランプじゃなかった。全然アリサじゃねえやん。デフォ、はいはいはい。あ、ごめんなさい。今引かずにリプレイで行ったじゃないですか。リプレイ4連ぐらいしたよ。だから3連したよ。それじゃ使っちゃう感じです。あー、ダメなんだ、はい、だからもうストックもないから、はい、左下がきつい。おお、でもいいよ。パリグラ、おー、チェリー変化。あー、いいよいいよ。156もなし。これハマるぞ。殲滅ボロ3回目でしょ、さすがにね。まあもう行ってもいいよ。おっ、でも弱い。おっ、フリーズ、ナイス。ここからですね、ちょっとあなた気になる。おお、締め入りました。ヴィーナスちゃん締め入りました。スイカの方です。おお、いや、でももう一個ある、ね、チャンスペラとダメ。よし、天才的。こういうことね。これクリティカルないこともあります。おお、すごいね、これパニッシャー。あ、まあまあ、わあ、出た。相手、まあ、チェリー引きゃいいんでね。あ、今光った。え、ここが、あ、それならバトル行きますよっていう相手の。うえ、ん、何価値格バトル。マジ？うまっ。イエーイ。1戦目。お上手。あ、まだ200。あ、よかった。でも前回の北部長のトラウマがあるから、あれはマジない、はい、やっぱ隣で紹介した身としてちょっと辛かったんですよ。うわ、出た出たよ、これきついんだよな。お、緑緑あるよ、あるよ。普通青っすよ。あるよ、これ。もう一回リプレイよ。2回目ある、あるある、ある。うまいや、復活。3回目よ。ダメ。おお、よしよしよし、気持ちいい。お、ミューズ来た。これ連打ですね。あ、来た来た。あ、設定は、あれね、設定の、はい、50めっちゃ出たよ、今50、3回ぐらい出たよ。でかい、うん、いいですよ。おー、チェリーのやつだ。おっ、そいつ弱いんだよな。あ、これ弱いん、弱いっす。いった、いった、いった、バトルいった。おお、気持ちいい。これ変換するかもしれないっすよ。じゃあね、変化あるよ、変化あるよ。ああ、まじ勝ち確なんで。マジ気持ちいいんだよな、こいつ。全部盛り、全部盛り。アリサランプ、アリサランプめっちゃつくやん。毎回つくんですね、気づいてなかったわ。ああ、違うわ、やっぱ全然50ないもん、ほら。あ、1回やった。あ、でも後半頑張ったね、これ。え、あとどれが残ってる。これもやったでしょ。いや、毎回出てきます。連続で出ないってわけです。そういうこと、はい。何や、あ、きついな。お、うん、これいいやろ、黒やし。チャンスよじゃ、これこんなあ る, ある。マジ真っ黒やもんな、さっきまで白やったもんな。チャンスよやろ、これ。あ、いや、いいチャンス出たから。あ、天才的。うますぎだろ。うまいな。お、マジ激励いけるぞ。で、いや、いけるな、いけるな。おおい、はいよ、630ゲームちょうど3万円。いいよ、赤でいいよ。しかもハンニバル選ばれんしな。うわ、これはそれでもチェリコイ。おっしゃたまらたまらたまらやったやろ。今のすご
い、すげえ、まあ、今の今のやばいな。いやー来ると思った。これでまあはい、激励に触れた先輩、これはもういいです。OK、 これは甘んじます。もうすげえ今の天才だって。延命からのチェリー引いて、やば、気持ちいい。え、足りるこれ825枚。あ、今の原産でやってるかも。やばいかも。もう足りません、全部足りてない、あと4枚出てきた。よし、激励ね、はい、まあまあさすがにやばい、言ってくれるんだ、うん、だこの時点でも僕お財布番です。でこれ50ゲームあるんで、ここ、うわ、嘘だろ、延命しろ、やめろ、うわヤクザ。誰がやねん。ナイス、マジか、惜しい。まあ青島に勝てない俺が勝てるわけないよな。確かに 75% 一番苦手なパーセントですよ。いやそうだんや、また駆け抜けたら俺、え、何何どういうこと。これね、ストック持ってた可能性もある。いやよかった、初ボーナス。やっとよかったです。 OK、 ビルティあーやっぱね、55今だったらじゃあ、えいって終わるよ。今も、今だったら、今も、え、え、これ、え。まあでも、なんか、何かをしたわけじゃないけど、ポンポンポンっていった感はあるから、はい、何もせずに行くっちゃ行くね、みたいな感じはあるね。はいはい、だから、もう一回やりてーってなりますね。なるなる、ね、全然なる。これはスイカの人かな。ええ、お前の一番苦手とする、すごくないですか、今なんもないんすよ、まあ、リプレイでもいいだろう、とりあえず、あおい、あそうかそうか、当たってね、ケーナイスです。ケー一応リプレイよ。あ、やっぱりリプレイだけで50万多いですよね。うわ出た、キャーあれよ、聞いてんだけどね。おい、あーあーああ、うるさくなってきたなこれ。騒がしなってきたぞこれ。ゴッドイータージャスティンショーと並び打ちしたこともあるんですけど、うん、やっぱ彼やっぱ知りすぎてるから、うん、あの喜びの共感のハードルが高いんですよ。あ、逆になんで知らないのみたいな。おお、うそやん、やばい、あまあね、あ気持ちいい、あーおばけおばけおばけです、おばけです、おばけるチャンス、おばけるチャンス、そうやね、スイカの、おい、苦手に出たよ、苦手に出たよ、次もチェリーもチェリーもチェリーも行こう、ついでにおまけのチェリーも、ダメか、だからね、で、オーバーキルときはオーバーキルってなります、あーそうなんや、この後かな、ウィンじゃなくてオーバーキルってなったら、あ、これオーバーキル来ましたよ。どうなんの、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、枚数が多いです、とりあえずね。で、バーゾレオ来ます。で、人気覚醒、で、これ2個あってレインボーの方が良かったんですけど、まあ、これでも、で、これマイゲームバランスです。30万、リプレイとかだと多い、あ50、で、レイアクとかだともっと、いつまであんの、一応ね、補償が書いてないから、書いてない、ああ、終わるまで、いや、だからいつ終わる、一生終わんない可能性も、50、いいね、いいね、50うまいね、まだいるよ、まだいるよ、
ダメだ。ああ、それで。まあ320。ああ。まあちょっと弱いスタート思ったより。よーし、いけるいけるいける。もうあと1回やん。何？お？あ、チェリー変換の人だ。くわあ、もう。OK。ああ。くわあ、惜しいねー。はい、98枚。小さなし。うわあ。惜しかったー。ああ、楽しい。当たると思います。僕は多分当たった。いやいや今ので当たりや。演出さえ挟まなかった。いやいいっすね。いやいいよいいよ。おお、いきなり。ありがとうございます。チャンスを増やしていただきありがとう。おお、あるんだよな、そういうのあるんすよ。長いは長いけどそんなに。ああ、いいっすね、いいっすね。まあでも確かに、おわ、これは？おん詰めよ。ダメ。さあ、1ゲーム早いかな。ここで引いたらよかったんだろうけど。ああ、でも多分いいやつ、ね、これは、チェリースイカかな。だって3つつく。はいね。自分です。あ、おー、でもでもでも。いい当たりしてるの、ずっと。はい、いやーいやあ、まあ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 、まあでも朝一のハマり抜かしたらこう設定みたいな。そうね。330ゲーム、決まったね。じゃあ天国を回してたら当たった。え、ですよね。え、3回目。いや、うまいな。ダブル ST ダブル激励でいきましょう。追加引いたらもう大好きになる。新世界一時差。いやほら赤いし、なんかほら金や金。え、初めて見た。これエグいのコンボ ある？オーバーキルある？神のアギトとかない？この後やろ。こっからオーバーキルだ。終わった、260。全然300保証でも何点もない。ほらおーい、わ、いやー外れろ。いや、外れた。マジ？どこ？聞いたことない。あなたはある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 。上上、うん、積もりました。またほら、これこれだよ。これしかないやん。いや、引いてたけどね。いい、うおマジたまらんやろ。いやー、なにこれ。これだよ、マジで。うわ、200か。おーしょー、132ゲーム、初めての全国、ありがとう。2回目討伐できればリゼレリザレク。俺ね、カタカナ弱いかな。弱いんよ。カタカナ弱い人初めて見たけど。お、いった。こんなもんいいでしょ。これはもうマジマジ、来た、やばい、来ました。おめでとうございます。やったやった。これで上位と。上位です。ありがとう。じゃあこれで上位。ありがとう神様。ここまでいけば神落ちというやばいのにいきます。でここはこういうことね。1個2個に、ね、ダメでもこれはいくんで、これが上位です。ダンボクのね、どうぞどうぞ。ザコ ST を。あ、ジャッジメントがあるんだ。そうです。マジ一緒やん。やった。おお、ザコ ST。 ザコ、バカ野郎。待って、何？あ、変化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 。神神チェリー、神チェリー、いけ。今日弱点やったけど、そりゃそうやろ。初めて引いた変換。うわあ、グッといたから。へえ。これなんかあったよな、条件な。ありがとう。これはオーバーキルでしょ、さすがに。オーバーキル、オーバーキル。
よしよしよし。さあ何くれますか。人格性ね。まあ、案外弱いからねこれ。そうなんよね。さあ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 。まあ、水口の方が頑張るんですよ。そうなんよね、なんかそこまでそこに。ほらみんな、なよさんの X 見てるか、最近ゴッドイーターが多いだろう。その時今日打ったからだぞ。うわ、なんか安っぽくなってる、はい、これで上位ですね。おい、でも、全部 OK。 はい、まあそうよね、OK になりました。止まるや、止まるやな。はい、はい、ベッド押せない、はい、分かってんのにさ、勝ちです。おい、お前出せよ自分で。勝ち勝ち、やった。いや全然やん。え、そうやろ。なんで伸びんね。まあその辺もまあ山さっていうか、まあ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 、ね、あ、親来ます。おお、来る。今からちょっと遊び行くわ、顔出し行くわとかじゃなくて、うん、携帯が壊れたから見てほしいっていう、その わけのわからフィルターをかませて。どういうこと。大丈夫かな、携帯直せるかな俺。まさか一番詳しい人おったわ。追加投資だなこれ。まあまあまあ、600までかってよかったね、うん、500でよかった。332ゲーム3万3000円ラスト。引いたのに全然ダメやんこいつ。え、そんなに？そんな言ってんすよ。マジかよ。やばい。さあということで窓まぎに来ました。ここに来て A1 で行くわ。よろしく。まあ当然キューベ先告知で、でも1万円あれば 1,2 回なってくれて、しっかり当ててラッシュまでぶち込めばあるよと。でラッキートリガーまで行けばね、全然満発見えるんで、マジで頼む、もう負けたくないって。え、何枚あります。2200枚。2200枚か、負けてんな。まあ満足なの分かるんですけど。ちょっとあの付き合ってからまぐってほしい。4000だけ打つわ。はい。え、ってかもう1万円ならないんだけど、1回も普通に5万負けなんだけど。マジ。はい。ああ、投資が3万ぐらいですよね。それで入れた3万。何してんだよお前、のんきに。いやだってならないですよこいつ、やる気がないこの台に。酒読み入れてたんだけど。マジ。いや入ってたんで、俺今9円にしたから。今酒読みが該当されてるってことでしょ、今の変動は。当該保留変換が有効ならね。でも酒読みからステージが動いてるから。キューベの9ね、キューベ言ったよな今。マジ500円とかでしょ、一発でしょ、ワンプッシュでしょ、うん、ワンプッシュ。あ、不正やん。いや俺でも本当にね、キューベ先読みしか知らないからさ。あ、でも弱い。あ、強い。あ、そっち行くんだ。当たりよね、もう当たりっていうかラッシュよねこれ。いやいや、マジ。てか今のから発展したの初めてかも。ああ、うわす、なに、これね。マジで行けた。あげる。よし、ありがてえ。ありがてえ。マジおスイッチや。せっかくなら一発目で行くよ。え、
怖くない？まあ、大体最後やからな、こういう。おーおい、ない。え、ないの？ないんか。冷たい目されたあれ？そう、はい、ピン？ピン届いてますか、僕の声。ちょ、雨がすごい。ちょっといろいろイレギュラーすぎて大変。何が起きた？うん、なんか、父ちゃん母ちゃん来た。いや、ほんとよ。お母さんいい人そうやった。母ちゃんね、優しかった。はい、母ちゃん自分でビーマージョって言ってるからね。あ、いや、もうめっちゃ綺麗やね。母ちゃん綺麗にしてるんですよ。あ、綺麗綺麗。母ちゃん見たこともないか。初めて見た。あ、マジっすか。お前に気の悪口言ってるからそうか、会いづらいやん。そうっすね、一番アンチ中金運転してるから、ね、そうそうそう。だから折れてバレてんのかなって思いながら挨拶したよ。だからすぐ内容さんって言いますよ。いや、言うなよ。あらーって言われて。あくまで社長というね、あれもあるんです。それが怖いからさ。かといって動画みたいにふざけるわけでもいかんし、そうそう、せめぎ合いがね。いいよ、お父さんお母さんだしね。いや、何はともあれ、ちょっと内容さんありがとうございました。いやいや、素晴らしい。ちょっと、マジか、すいません、本当に。3万負けっすね。あ、いや、でもよかったな、面白かったな。いや、最後も、全然知らないバトルが来てさ、仲間が来るやつ。ああ、バーストね。バーストであれなんかね、ポイントが溜まったら、バーストで、なるんですよ、ね。なんか全然違う顔を見せてきて、うん、俺やってないことめっちゃあるじゃんと思ってさ。エクシプも、モンキーの時もそれよく言ってました。やってないことまだまだあるんだよと。あら。おい、よかった。伝わって。いやいや、面白かった、面白かった。もう、次は、知識入れてというか。もう次は出てるわね。ただ、千枚を、やっぱ2、3回叩けるっていう。そうそう。ちょっと、強めのモンキーって感じだから。連戦やってる感じで好きかも。ボタンプッシュ。ああ、確かにね。連戦だから。確かに。増えたな、打てる機種。なんかめっちゃいろいろ考えたけど、ネオさんってもしかしてプッシュボタンが好きなだけの可能性ないよ。プッシュボタンをうまく使ってる台やったら何でもいいってこと。裏ボタン好きやね。僕ともパチンコのやつはやっぱ横を押すもん。ああ、なるほどね。プッシュボタンありきか。ST 中 AT 中にプッシュボタンが押せる台やったら何でもいいかも。自分のタイミングで押してなんかが起こるのが好きなんじゃないですか。それね。